ただ、そんなお二人の演技について岡崎さんに聞きたいと思いますが。いかがでした、はい、いや、素晴らしかったです。え、え当ですかえな、なんて言うと思ったんですかいや、なんかあのー、あ本当に落第ですぐらい。なそんな、そんな。<laughs> <台>んな,な舐めてるんですかとか言われる可能性もあると思ったんですけど。いや、なんか最初に初号試写会で見たときに、はい、あまりにも自然すぎて、はい、あの、えと思って、でもう一回見させてもらって、はい、その時に、はい、あ、お二人の 声の個性が爆発してるって気づいてえいやそんなところまで見てうわ嬉しいな <laughs> <laughs> でもそれぐらい多分そのテニスラーとしてのあのキャラクターとしてのなんか居場所の確率とあとお二人の声をちゃんと潰さずに潰立たせてやるっていうなんかそのバランスがすごくうまくいってたからこういう感触になったんだろうなって思いました <laughs> この目は嘘をついてませんね <laughs> 本当ですねですめっちゃ嬉しいっすい生きててよかった なあ、みちさん、かみしめてますね、なんか。かみしめてます。福本さんはいかがでしたか、アトムブラウンの二人の演技は。すいません、私、気づけなくて。それ、それぐらい、もう本当もう、転スラの世界に馴染んでて、本当お上手だったんだなって。あの思いました。いい意味で。いい意味で。あ、そうですね。でも、それに私、共演、同じシーン。 だったみたいで、それすらも気づけなかったっていう。いやもう一回の確認しに劇場に行きたいなと。お願いしますよちょっと。中央トワ様のハイカーだ。そうでございます。すいません。ちょっと確認しに行きたいと思います。でも馴染ってたなら嬉しいです。はい馴染んでました。い意味で気づかなかったということでそうですそうですよね。ぜひこれからご覧になる皆さんもそこチェックしていただければと思いますが。さあ。